太陽が陰ると皆が悲しむだろう。カラクラ町を消して王権を創生する。聞こえるかい、侵入者諸君。この声は、これより我々は現世と進行する。なんだと。彼女はもはや用済みだ。何？ソウルソサエティ上層部はその能力の重要性を理解していた。そして彼女の存在はソウルソサエティの新規戦力となるであろう。幽閉することにも成功した。13人の隊長すべてが主要戦力タリエル力を有しているということだ。我々はカラクラ町を消し去り王権を創生し。どこ行くんだよ。今てめえが動いて何かできんのか。二つ目の指令はカラクラ町で固定13体全隊長格を戦闘可能にすることだ。どうやら間に合ったようじゃの。スターク、バラガン、ハリベル、来るんだ。カラクラ町がソウルソサエティにあるのなら君たちを殲滅し、俺の役目は仲間を守ることだ。やれやれ、私も時間を無駄にせず標本の採集に取り掛かれるのだから。兵の仕事はここにはない。早々に現世でも消えるがいい。裏腹裏腹とやかましいことだね。この半死神を現世に送るよ。はい。俺も残って3人で戦った方がいい。思い上がるな黒崎一軍。行け。ケイはカラクラ町の死神代行だろう。ルキアか、行ってくる。黒崎一護の勝利を信じていると言っているように聞こえるぞ。みんな待ってろ。アイゼン宗助に対抗できるのは現時点でおそらくあなた一人だけです。そう、黒崎一護さん、何が起きてもアイゼン宗助の視界だけは見ないでください。それなら決まってる。俺がアイゼンを倒す。久しぶりだね。いい斬撃だが場所が良くない。初撃の判断を誤った。今の一撃は捕虜化して撃つべきだった。撃ってごらん。月牙天将。大した余裕じゃねえか。俺が捕虜化したところで怖くねえってか。君の刃が私に届くことはないと言っているのだ。どうした。これが奴の残白刀の能力か。安心したまえ。確実に当てたいならば近づいて撃つべきだ。ほら、こうすれば今すぐにでも心臓に手が届きそうだ。その中で君は私を心の底から憎めるか。そんなもので何も守れはしない。俺たちがてめえを守って戦ってやる。これは俺ら全員の戦いや。よく見ろ、戦いの行方を。甘いな。
アランカルたちを従えた私。嘘だろ。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。隙だらけだ。全て。今までの戦いが全部てめえのせいだと、全部てめえがそう仕向けたってのか。無理もない。同情しろ。お、親父か。距離を取ったか。賢明な起点だ。君はここへ置いていく。君を喰らうのは何をボサッとしてんだよ。旋回門を開けろ。聞こえなかったのかよ。俺たちがカラクラ町を守るって言ったんだよ。また守れなかったってそこで座って泣くのかよ。少し歩こうか。今は好都合だ。ここでなら教えられる。教える？何をだよ。最後の月牙天使を。そうだ、行け、イチゴ。理由はすぐに分かるさ。みんな、そこにいてくれ。そのままじっとしててくれ。本当に君は黒崎一護か。霊圧を抑えていたとしても全く感じないことなどありえない。残念だ、黒崎。アイズン、場所を移そうぜ。何が馬鹿か。私は力だけで始めようぜ、アイゼン。なるほど、理解したよ、黒崎一護。教えよう。その頼みの綱の呂力ですら。刀の一振りで地形が変わる。それが今の私の力。
もしかするとこの姿こそが残白刀の本来の姿なのかもしれんな。バカな、受け止めたこの私の一撃を。何を驚いてんだ。面白い、黒崎一護。ならば奇跡など二度と起こらぬよう軌道で微塵に押しつぶすだけだ。絶えず自戒する泥の人形、結合せよ、反発せよ、黒崎一護。なんで距離を取った。私の体に傷をつけたことが嬉しいか。そうか、やはり許せないか。宝玉よ、今の君には取り込み理解するほどの価値もないのだ。これが最後の月牙天章だ。なんだその姿は。最後の月牙天章ってのは、俺自身が最後ってのは、そういう意味だ。やつは私よりもさらに上の次元に立っているというのか。無月。まだ再生するのか。私を封じることなどできるものか。宝玉はあなたを人は認めないと言ってるんですよ。浦原キスケ、私はお前を別所する。霊王はくさびなんすよ。くさびを失えばたやすく崩れる。私は